このゲームを最後にプレイして、あ、10年我が国は東と西と北との3つに分かれ混沌を極めていた。変身仮面ライド時計はい、10年期です。久しぶりの大型。そしてまた赤。低レベルの争いは好きじゃない。遠慮するよ。この人は。清志殿、あとは頼んだでござる。ガクトー！ごめん。番組をご覧の皆さん、こんばんは。ガクトーです。僕と勝負する機会？トラック名で宣伝するスタイル。さすが一流だわ。わっつ、浮いてるんだが、すごいパフォーマンスだね。ロケットデッキナッガ、わら。世界の破壊者、ディケイド。9つの世界をめぐり、その瞳は何を見る？見上げる星。それぞれの歴史が輝いて星座のよう線で結ぶ瞬間始まるレジェンドオーロラ揺らめく時空越えて飛び込む瞑想はスリープラウンドWho, the road 誰も旅の途中本当の自分自身出会うため新しい愛知へと続く道に変わるのだろう目撃せよジェネスダリンケすげえじゃん、これこそ彫刻じゃない？いや、これは逆の塑像だね。僕がこいつを消します。エクストリーム。僕にかなうと思ってたのかい？また勝負するのかい？まあ、僕はあんまり喧嘩好きじゃないんで。もちろん俺ら抵抗するね。遊んでやる。拳で。君たち、君たち何年生？21歳。イエロー。もう諦めたらどうだい？やっぱ格が違うな。のけ！ガオルね。ガード過程。三射線ありがたいわ。減速しても追いつける。さすが大型。そうだね。4トンだったら泣ける。にしても豪華なダンスですわ。無駄な努力だ。全部メッキだからね。2台のシートだけ紫。シートもメッキだったらもはや戦車だろ、わら。ふん、かゆいな。何かしたか？気に入りの。あ、なんか入れてるんですか？うわ、痛かった。ちょっと待ってくださいよ。新潮教の信者が一人増えたわね。マジかマジでマジで笑点。邪魔だ。サンキュー。ここから怖いな。
なんだその力。だが大型の加速のおかげで助かる。やったぜ。実質副ボスを倒したね。そして一流ドライバーになれた。まあ人生いろいろあるわな。はずではまあしょうがない。これでメッキは完全制覇だ。僕の他にもすごいトラッカーはたくさんいる。せいぜい気をつけることだ。ということでメッキ制覇です。これでカテゴリー制限は終わりか。マジで長かったわ。やっと天下が見えてきたわね。この次はセリフ回収をどうぞ。ご視聴ありがとうございました。仮面ライド、もう一度勝負してくれるかい。前回は君に負けたからさ、僕も今度は頑張るよ。今度は僕が勝たせてもらったよ。これからもお互い頑張ろう。ほんと君って強いや。また今度一緒に走ろう。へえ、君強いんだね。また今度一緒に走ろう。君はいい走りをするね。また一緒に勝負しよう。真実の走りには程遠いね。でも有意義だったよ。お前に真実を見せよう。すごいね。真実の走りに近づいていってるみたいだ。すごいね。真実の走りとは言わないまでもなかなかいい走りだったよ。え？また勝負？また勝負？いいよ。まあいいけどさ、今度は勝つよ。ま、こんなもんかな。はっ、マジかよ。え、もしかして俺、負けた？ちょ待てやるよな。リベンジ達成だ。喧嘩なら負けねえんだが。飛ぶぞ。やるな。勝負か。前に俺が負けたんだったな。ちょっと勝ったぐらいで気を抜くなよ。気を抜くなよ。
もしかしたら天下一を狙えるかもな。素質はあるようだな。強いんだなあんた。またやろうぜ。ちょっと僕より早かったからって図に乗られると困るな。これが僕の本当の実力さ。またしても